本サイトでは10から20代の男女100人に今年一番活躍した男性有名人についてアンケート。トップ3は別記事で紹介したが、ここでは第4位以下の男性有名人を発表しよう。第8位 3.0% は、ルームバー、愛の平野翔、神木隆之介、松下洸平、ムロツヨシ、藤井聡太が同率ランクイン。平野翔は、5月に旧ジャニーズ事務所、スマイルアップ、を退所し、7月に滝沢秀明が設立した新会社、トベに合流。同月、インスタグラムを開設し、瞬く間にフォロワーが300万人を突破。10月には元 TNG&TNC の岸優太、神宮寺、優太と新グループ、ルームバー、愛の結成が発表され、注目を集めている。SNS を初めて身近に感じるようになった、29歳、女性、パートアルバイト、イケメンで運動神経抜群で何をしても素晴らしい29歳、女性事務職、神木隆之介は、今年前期の NHK 連続テレビ小説、らんまんで主演、植物学を講演した。他に主演映画、大名倒産、現在公開中の主演映画、ゴジラマイナス 1.0、など、多忙な一年だった。ドラマや映画の主演を務めていてすごいと思う23歳男性。子役時代から活躍していてすごい28歳男性。総務人事、松下洸平は、4月期に天海祐希主演ドラマ、合理的にありえない探偵、上水流涼子の解明、フジテレビ系で、天海演じる女探偵の相棒を演じ、7月期放送の松岡茉優主演ドラマ、最高の教師1年後、私は生徒に資格された、日本テレビ系ではヒロインの夫を、講演。今期はドラマ、一番好きな花、フジテレビ系で、多部未華子、神尾楓玉、今田美桜と共に主演を務めている。今年はずっとドラマに出ている印象。25歳、女性。いろんなドラマに参加していてすごい。17歳、女性学生フリーター。ムロツヨシは、NHK 大河ドラマ、どうする家康で、家康最大のライバルとなる豊臣秀吉を怪演。今期は主演ドラマ、うちの弁護士は手がかかる、フジテレビ系で、平手友梨奈演じる弁護士のパラリーガルを演じている。いろんな映画ドラマに出ていて存在感がある24歳、女性学生フリーター。面白いしとてもすごい人だと思った、18歳、女性学生フリーター。藤井聡太は、10月に行われた第71期王座戦5番勝負第4局で永瀬拓矢王座に勝利し、将棋界の全タイトル制覇となる八冠を達成。21歳2ヶ月での史上初の八冠ということで、大きな話題になった。超人だと思った24歳男性。何回もニュースになり若いのにすごいって毎回思う27歳、女性主婦。菅田将暉は今年主に映画で活躍。5月には役所広司主演映画銀河鉄道の父で役所の子供で宮沢賢治役。7月公開の旧春監督10年ぶりのアニメーション映画君たちはどう生きるかで青詐欺の声優を担当。現在主演映画ミステリという物れが公開中。さらに、7月期の松岡茉優主演ドラマ、最高の教師1年後、私は生徒に資格されたの主題歌、Yours を担当した。勢いが衰えず演技もとてもうまい、16歳女性。様々なジャンルの番組に出ていてすごい、16歳、女性学生フリーター。高橋文才は、1月期に北川景子主演ドラマ、女神の教室リーガル青春白書、フジテレビ系にメインキャストとして出演。7月には映画、交換嘘日記では恋愛映画初主演。今期はドラマ、フェルマーの料理、TBSK で志尊淳とダブル主演、ゴールデンプライム帯ドラマ初主演を果たした。最近よく見かけるので嬉しい28歳、女性パートアルバイト。かっこいい。これからが楽しみ。16歳、女性、学生フリーター、堺雅人といえば、今年7月期に主演したドラマ、ヴィヴァント、
TBS 系での別伴役が印象的だった。ドラマはモンゴルで2ヶ月半ばに及ぶ大規模なロケを敢行した大作で、酒井はテロ組織テントを追う自衛隊の秘密組織別班の工作員役を熱演。スケールの大きな展開、豪華なキャスト、伏線の入り組んだストーリー展開に加え、酒井の視聴者をも騙す演技が話題になった。ドラマ VIVANT が面白かった。29歳、女性、総務、人事、事務、改めて演技力がすごいと思った26歳、男性コンピュータ関連技術職、ドラマで活躍していたから28歳、男性コンピュータ関連以外の技術職、菊池風磨は今年1月期に嵐の桜井翔主演ドラマ大病院選挙日本テレビ系で青鬼役4月期にドラマ隣の男はよく食べるテレビ東京系で倉科カナとダブル主演7月期にはドラマ嘘婚フジテレビ系で主演今期はドラマ税調払えないには訳がある日本テレビ系でゴールデンプライム帯連続地上波連続ドラマ初主演を果たした。またワーエの中谷美紀主演連続ドラマ W ギバーテイカーでは普段のキャラを封印した猟奇殺人犯役を演じたことも話題になった。ドラマにめちゃくちゃ出ていて大変。総27歳、男性コンピュータ関連技術職、演技が上手くなった28歳女性。ずっとドラマに出ていてバラエティ番組でも面白くなるように立ち回っていたイメージ。変にカッコつけるより少し面白いくらいが似合うなと思った22歳女性学生フリーター。